これ何だと思うこやってねシュッこれは直線かな、まあ、あるいは逆の円弧かもしれないんだけどヒュって引いてヒューンって上げるのねこれこれテイクバックでこうやるとシャローのためができてパカンって打てる手になるんだけどこれ上げ方するのシャットフェースで,で手首でやってダメなの肘でやるのこれをね。 でこれ大事なんだだからこれこんな絵描いて教えんだけど、まあ、自分で研究してみてよ角度私のは大体こんなもんかなとかをいつも思いながらねあのやるんだけどこうやって上げることによって後ろのためを作ってパカカンってワンピースで打ちやすくなるのねでこれ左右対称で向こうでも同じことやるんだけどこういう方向には出さないねだからそれ右手と左手の。

ここれがドライバーのねあの面白いとこだからこうやって弾くのカクーンって弾くのカクーンってかるこれ絵に描いても、まあ、この通りじゃないけどさもっとこの車線はこう下にこう来るのかもしれないけどわからないわからないっていうかあのイメージだからねだからとにかくこういうイメージでシャットフェースで練習しなさいっていうことだね。 うん、シャットフェースだからこれ逆だよねこの円庫はね、うん。だけど円庫は逆だけど実際こういう動きになるんじゃないのかなって私は思うんだけどね。はいやってみてください。以上です。